このロシアンルーレットのゲームに勝って水原一平氏の借金をチャラにしたいと思います。対戦よろしくお願いします。一平と待って、でもさ、冷静に考えたら俺が一平を名乗る必要はなくないか。やらかしたかもしれん。実弾一発、空砲二発。対戦よろしくお願いします。弾は不規則に相談する。当たりは3分の1だね。で、こういうデスゲームで一番大事なことを皆さん何か知ってますか？そう、メンタルです。いかに自分がイカれてるかを見せつけて相手を揺さぶっていく。先に心を乱した方の負けですから、こういうゲームは。あっ、なかなかやるじゃないか。楽しめそうだ、このデスゲームも。最後空砲だから自分に撃つと多分空になったよね。あ、で装填されるんだ。今度は5分の3が当たりか。薬室への装填状況ね、ほんとか。絶対イカサマしてるだろう。その面で正々堂々と勝負するタイプなのか。で、ノータイムで自分に打つ。これができるやつが、ギャンブルは勝ちます。4分の3が当たりか。4分の3は、もう千葉では 100% って習います。くたばれ。よし、神。この至近距離でショットガン撃たれて、1しか減らないんだ。弾減ったから、まあまだ当たんないでしょう。弾が当たっついてんな。ついてないよ。起きる一平はこれか。一平、お前もこれで60億こさえちゃったんだな。戻ってきたぜ。ね、こいつめっちゃ運いいんだけど、なんでそんな当たり引けるの？絶対イカサマしてるって。ほらー、だってさ、当たり5分の3だぜ。なんで当たんないので、絶対出るんでしょ、知ってるよ俺。うおー、ザコが。待って、これさ、2発外れが出たからもう当たるしか入ってないわ。絶対ダメージ与えられるけど、ちょっと待って、絶対ダメージ与えられるけど、俺が当てたら相手が1残って相手のターンに移って、相手が打って俺死ぬじゃん。敗北決まってるじゃん。ちょっと待って、死が確定してるんだけど。だったら俺は自分で死を選ぶわ。帰らせてくれ。いない。お家帰りたい。これはいけたでしょう、確率的に。よーし。もっと楽しもうか。体蜂の巣にされてんのに随分と余裕だな。互いに道具2つ、相談のために道具追加。なんか助っ人アイテムみたいな感じか。虫眼鏡、虫眼鏡、ファーブル昆虫器か。いいじゃん、五分五分。実弾一発、空砲一発。アイテムなんかいらねえよ、正々堂々やろうぜ。50% でしょ。ここで俺が一発目で空砲引けば勝ち確でしょ。なら当然一択、自分を信じる。これで勝率は100。5分の3でしょ。オッケー、今のはまぐれで、4分の2か。お酒飲んでる、ビール飲んでる。え、ちょっと飲みすぎじゃない？大丈夫？あんまこういうゲーム酩酊しながらやらない方がいいと思うよ。何やってんのこいつ。ナイフ、タバコ。相談数は6分の3。え、待って、6分の3ってあれだわ。え、手札にエグゾリア揃ってる。だって虫眼鏡3つあるから、実弾できるまでチェックすればいいんじゃないの。だよね、これ空砲ね。勝ち確じゃない、タバコ吸うわ。ジュボ、これが勝利の味か。で、またチェックして。教えてあげよう、こいつに敗北の味。ほら、有り金全部よこせ。俺に60億よこせ。ついに最終決戦の時だ。除細動器なし、輸血もなしだ。必要ないね、そんなもの。さあ、共に生死の狭間で踊ろうか。互いに道具4つ。増えたね。ノコギリ、タバコ、虫眼鏡。いいハイパイじゃないか。対戦よろしくお願いします。6か。3分の1が当たりね。で、このゲームの必勝法分かりました。あれこれ考えない。所詮ね、たかがショットガン一発撃たれたぐらいで、ギャーギャーピーピー言うのは素人よ。動じない？ねえ、それずるいってね、ずるいよ。絶対かさましてるって、このさ、ハゲ。はぁ？で、ちょっと道具いいの来い。手錠来い、手錠。ノコギリ、ノコギリ、手錠来た。
ノコギリ殺意が高すぎる。絶対倍返しにしてやる。4の4ね、8分の4。50% の勝負か、初段は。とりあえず体力回復して、なんでタバコ吸うと傷口塞がるんだろう。すごいな、タバコって。それやめられないわけだわ。まずは一発自分に行くか。50% ぐらいで泣くな、ショットガンは友達。よし。これで、7分の4。確率的には有利。くたばれ！ねえ、なんでだよ。おかしいよ、絶対このゲーム。で、虫眼鏡使って。なるほどなと。どうなる？いや、もう絶対おかしいじゃんね。絶対、反則だよ。当たり引きすぎだって。はぁ？ぐーっ！あー！聞いたぜ、今のは。残弾いくつ？ 3 の2か。ちょっと、動けない体が。2の2な。さすがに、よせ。来たぜ。俺のターンが。当たりは3分の2。まずはタバコ吹かすか。絶対的有利。ここものにするわ。虫眼鏡。オッケー。で、手錠使って、身動き封じる。これ手錠さ、自分でつけてんのかな？おまぬけが過ぎるね。まずは敵の自由を奪って、眉間にショットガンをぶち込む。これこそ快感。で、相手は動けないから、もう一回俺のターン。で、実弾が出るか、空砲か、1-1だから、50% の勝負。で、当然ここはノータイムだよ、俺。なぜなら弾を避けるからです！はぁ、よくも散々、俺にバカスカ打ち込んでくれたよね。くたばれ。よし、おい、追撃しろ！追撃しろ！下打ちしろ！さてと、気づいたかな？俺の手札にはノコギリが2本。もう届いてるからお前のその貧相な命に覚悟はいいか？なあ。泣いて謝ったって許してやんねえよ。60億くれなきゃ許してやんないかんな。さあ、最後のターン。虫眼鏡来い。ビール。ノコギリ。虫眼鏡定常エクゾディアです。5分の3ね。もう関係ねえや、勝つから。とりあえず、手錠で身動きを封じるか。震えてるみたいだし。これつけておとなしくなるかな。ここで実弾であれば文句なし。仮に、空砲でも、確率が上がる。なあ、どんな気分だ？これから死ぬって。楽しいなあ、ロシアンルーレットギャンブル。どれくらい？弾が出る確率。200% ぐらい？最後に何か、言い残すことはあるかい？伝えたいことがあるなら。ああ、もう死んでるわ。勝ちだ、俺の！よこせ、金を！ギャンブルで稼ぐ金が一番、脳汁が出る。一平！これでお前の借金、どれくらい返せたかな？来い、60億！いくらぐらい？ 10 億ぐらいあるんじゃない？おめでとう、一平。どうなる？総額61,120ドルっていくら？いくらぐらい？1,000万ぐらいか。全然足りないじゃん。やっぱギャンブルはダメだな。やっぱちゃんと、まっとうに、ね、稼いで返すのが一番だよ、やっぱり。ギャンブルは皆さん、やめましょう。痛いー！あー！でもこれがたまらなく好き。タバコ、アドレナリンか。これ難しいぞ。7分の3ね。とりあえず、タバコ吹かすか。出てるな。強者の余裕が煙となって。で、アドレナリン使って、どれ盗んじゃおっかな、ま。リスクを減らすという意味で、ノコギリにしとこうか。で、もう一本、アドレナリンがあるから、これでもう相手は、退路がなくなった。ごちそうさま、タバコ。
まあ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 。これで、6分の3、50% ね。相手に花持たせてやんねえとな。5分の2かな、当たりは。はい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 。勝負に出るねえ。あと1なのに、お渡し、行くねえ。うわ、その度胸に免じて、一発食らってやるか。お前、一平か？もしかして。そのマスクの下。さよなら、一平。こいつ、引き弱すぎだろ。当然、ダブルアップでしょうが。ノコギリ、携帯、反転術式。うわぁ、ここ勝ちてぇな。5分の2か。難しいね。このターンで決め切りたいけど。とりあえずタバコを吸って気持ちを落ち着かせていく。ふぅ、デラックス、デラックス、ビールも飲んじゃ。5分の2でしょ？空発だから4分の2か、50%。いくか、勝負。勝負出るわ。未来を予知します。3発目が実弾ね。3発目が実弾で、実弾数は2発だから、初弾に弾が外れる確率どれくらい ?3 分の ?4 分 ?700% くらいか。わかんないから、避けるわ。うぅー待って、今のが外れたってことは、これ勝ち確じゃね？撃つじゃん。で、動きが取れないから、ずっと俺のターンでしょ？勝ったじゃん。勝ち確じゃん。ノコギリもあるし。で、ここで撃つじゃん。さ、ラストバトル始めましょうか。手錠、反転術式。あ、これだけ？少な。体力は？ 3。3分の1ですか。ひりつくね。初弾を、かわすじゃん。初弾をかわして、動き止めて反転術式で、ワンタンキルだな。ナイス一平。はい、勝ち。で、これで1-1、50%。当たりだろうが、外れだろうが、相手は死ぬ。はい。どう？俺の手のひらでさ、踊る感覚は。強くなりすぎた、俺が。何が来る？手錠、アドレナリン、ビールか。うん、悪くない。6分の3。ノコギリ出れば、このターンで殺せた気がするけど。まあまあまあ、もうちょっと楽しもうよ、ゲームを。このスリルを味わおうぜ。なあ、ナメップするか。アドレナリン温存して。相手も銃撃ちたいだろうし。はい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 。5分の3ね、これで当たりは。いいよ、撃ってこいよ。未来予知して、実弾を予測。おお、動きを封じてくる。さらにビールも飲む。4分の2かな。さらに飲む。3分の1かな、当たる確率は。さすがにそこはね。なさすぎる。こいつやっぱり一平だ。向いてないって。で、もう、空砲しか入ってないから、構築術式で実弾を装填ね。こいつ向いてない。ロシアンルーレット。でも中には空砲2発しかないけど、俺には反転術式がある。こいつで空砲を実弾に変える。さらに動きも止めちゃう。やめろ、一平。自分のお金でギャンブルはしような。楽しいギャンブル。